いや、勝ち確信してた、今の。いや、でもやっぱカードパワーすごいよ。1枚、あのトラップカード1枚であんだけ盤面揃うのほんまにエグいと思うわ。超強くね？なんでみんな使わんの？まあ、VFD の方が強いからか。そっか。なんでもない。リボルブートセクター、手札に来ちゃったな。これはこれで困るな。でも、この洋蘭が手札に来てるのありがたい。これ、トライブリケードだな。トライブリケードならまあ、どうせ誘発ないし、何もできることないな。お前、今のゴールド帯、こんなに環境荒れてんのかよ。多分今、コピーデッカー、かつ、まだ使いこなせてない人がゴールドにいるんだろうね。これ普通に多分、リボルブートセクター使って、こいつらポンポン出せばいいのか。バレットリチャージ、バレットトレーサーポンポン出しして、で、こいつら2体で、モンスター3体まで並べようと思ったら並べられると。で、その状態で、リンク2のハリファイバー、ハリファイバーだとチューナー持ってこれて、モンスターが4体になるな。4体になれば、まあ、とりあえずあれは出せるんよね。アクセスコード等がいればな。まあ、それは置いといて。マルソードは一応出せるんだけど、それとは別に、別の選択肢があるかどうかを考えなきゃいけなくて、闇属性だったらエクストラデッキからのあれを止めれるのか。特殊召喚、でもエクストラデッキからの特殊召喚禁止を、やる前に止められちゃうから、トライブリケード相手きついな。リソース吐かせて、ここの洋蘭でどうにか粘るみたいな感じになるんじゃないかな。だからその状態で言うと、ハリファイバーで誘うか。ハリファイバー出して、ドライブリケードをここで除外させれば、トリマー一体モンスター残るべ、ちゅうな。アポロウーサ。これ無効にして破壊するんだっけ？無効にするだけね。モンスター効果発動した時に無効ね。オッケー。だモンスター効果だけだから、ハリファイバーは止められる。で、他は今は、こいつらだけどうにか抜ければいいから。めちゃくちゃ誘うか。こいつの効果って、フィードのカード1枚対象として発動できるだから、そのカード破壊するのは後なんでね。ほんならやってみようか。これでしょ？リボルブートセクター。これは通させてほしい。頼むわ。ほんまに。許してほしい。で、ここは通るでしょ？で、こいつの効果で特殊召喚するやん。バレットモンスター2体まで特殊召喚する。こいつと。こいつ。で、こいつの効果あえて発動して誘導しよう。こいつ使って。まあ、通ったら通ったでいいしな。はい。これ止めるんちゃうか？これだターン1ないでしょ？ 8-3-1、3回向こうやろ？うん、撃つやろ。で、これはいいね。これはいいんよ。どっちにしろ。で、トレーサーがこれで歌えなくなった。んならそれでシンクロはできるんで、カオスルーラーか、バレルサルベージだけど、サルベージの効果向こうにされたらめんどくさいから、ストライカードラゴンの効果ってなんだっけ、自分ヒート上の表表情1体、自分ヒート上の表表情モンスター1体と、自分の墓地のバレットモンスターを対象として発動できるやろ。だからこれも誘ってみるか。で、こいつの効果使う。ああ、確かに殴り倒していいな。カオスルーラでよかったわ。まあいいや。無効にするならシリアレ。はい、止める？これ通されたらちょっと面倒せんけど。え、何それ？ん？あれ、俺馬ぶったな、これ、普通に。これミスったぞ。これでこうなったところで俺嬉しいことはなくね。気づいたんですけど。ん？何もできないけど。あ、でも普通に召喚できる。召喚まだ使ってないわ。こいつの効果はもう使えないのか。あ、よかった。まだ参るわ。ほんなら、ルーラー、まあ、ルーラーか。あ、でも一旦バトルフェーズ行こうか。一旦バトルフェーズ行ってこいつを殴り倒すのあり。いや、意味はあった。意味はあった。あ。墓地のモンスター及び除外されてるモンスターの中から任意の数だけだろ。獣族。これ、使い時やな。
これで、こいつだな。これなら、4のリンクは無理やろ。3までやろ。なるほど、無駄了解。ドライブ行けどって本当に腐ってんな。除外を有効活用したら除外ちゃうやろ。除外の概念。許せんマジで。墓地にドラゴンいるな。もう一枚墓地に送っとこう。いや、いらないな、これセットかな。でもまあこいつらがいるからまたなんとかなるな。こいつも伏せる？いいか。いやでも2枚伏せる方がいいかな。2枚伏せよう。でもまだ参るぞ。諦めるな。デッキからこいつとマスターブレード持ってよ。2枚伏せてよかったかも。チェーンしよう。まだ参るぞ、このデッキは。このデッキはまだ参る。でまあこれ効果無効だからバトルフェーズ無駄に使わせれるだろう。多分殴ってこれされちゃうけど、まあ最悪もうワンセットある。2枚埋めててよかった。2枚埋めたおかげで墓地にドラゴンが落ちればもう1回使えるな今の。だこいつが死んだらもう1回出せるね。こいつらのいいところってさ、アポロウサーが完全に機能しないことだよね。トラップ魔法の効果で出るからさ。はい、守備表示ドン。よし、これで1個無駄にさせたな。これまだ参るやろ。まだなんとかなる。相手も苦しいと思う。まあ、今相手ができるのって多分、ね、破壊万流倒すことぐらいやろから。次のターンのエンドフェーズってさ、自分のターンに破壊の両ラン使った場合、相手がターンエンドしたら死ぬってことやんな。種族ドラゴン族になってるから、トライブリケードやりづらいだろうね。まあ、これは普通に殴り倒されるしかないんよ。でもその上でね、何かの効果に遅延してこいつ使ったってもいいな、もう一回。いや、これでも使おう。あ、違うって。そっか、一旦に一枚しか画像できないから。そっか、いねえんだ。まあでもバトルフェーズは終わらせたから、まあまあまあ。にゃーん、バイバイ。墓地にドラゴンいってるよね。だからまあ一旦もう一回使えるよね。でまあシュライグを殴り落としてじゃない。何言ってる。ルガル、なんだっけルガルって。うわー出た。ドライブリゲードの効果で除外、まあこいつにチェーンする形にすればいけるか。クイックリボルブ、まあシュライグの効果は無効化できるんだけど、これどうだろう。先にこれ打った場合どうなんだ。盤面に並んで、まあ後からシュライグが先に落ちようが後に落ちようが結局無効にはできるよな。でまあそれをどうするかな。まあでも一旦リンクがいないから、まあでも先にいろいろやられる前に、まずそうやな、モンスターコアとか無効にしたってだるいし、墓地に置くのはこれとこれ。まあ相手は止める術ないだろう。チェーンでこいつ使う。このターンに相手の盤面ぐちゃぐちゃにしないとダメだな。融合素材にするのはこいつとこいつ。
よいしょ。守備表示で。よし。ほんで、この状態でモモンスター効果相手死んだから、まずはクイックリボルブ出してから考えようか。これでこいつ出しても、墓地のあれ出さないよな。まあでもいや、素直にこっちで。トレーサーの効果で、これ持っていこうか。ねえ、レベル1のチューナー。最後のゴール誰にするかだな。どれ出せば終わる。いやでも待って、盤面出す場所ミスったな、これ。ミスったね。ここ開けとかなきゃダメだった。バルソードレッドを着射するには、今3体でしょ ?4、4で8で、まあでも、レッドデーモン着地でいいんちゃうか。だからまあ、ここでいいやろ。なんで、墓地からの効果はいいや。で、これで、バルソードはリンクがどうせないんで、まずルーラーを着地させて、カオスルールの効果発動を、闇と光だけ持ってこれるんだっけ。なんもないので全部落ちです。はい、それはいいです。ほんで、その状態で、レッドデーモンズアビスを出します。OK。アビスの効果はモンスト、表になったカードを無効にするから、トラッパーのやつとも止めれるはず。で、まあ、これでバトルフェイズじゃない?だまずここでアポルーサ落とせろ。でこう。これトラッパーとされてもレッドデーモンズで止めれるよな。アビス、あ、そっか。アビスの効果でダメージ与えたから、チューナ出せるんだ。あー、なるほど。バレットトーサーか。ジェット、バレットシンクロンか。なんか変わるかな。チューナー、レベル9のチューナーもいないしな。墓地の効果は止めらんないんよね。これで今できることはやったよな。で、まあ、リンクすることもかだが、いや、する必要ないか。バレット、ストライカードラゴンを出したとして、こいつが召喚に成功したとき、墓地のレベル5以上のドラゴン属闇属性モンスターを一体、効果を無効にして、だからこいつを出せんのか。ほんなら。で、これ持ってくる。まあ、これで何が一盤面がひっくり返されてもこいつポン出しで一個帰ってくるでしょ。でいいよな。むしろエンドフェイズで助かったからな。いいね。これ相手のターンに使われたらレッドデーモンズ1個無効化されたんやけどな。まあまあでも、まあでも魔法トラップ止められると思わないよな、レッドデーモンズ見て。 HB モンスターはもう怖くねえ。いやでもこれ強くない？このデッキめっちゃ良くない？なんかトラップカード1枚でアドがとんでもないわ。バスターブレイダーと。あれ手札に2枚なかったら勝ち目なかったぞ。ねえ、いいよね。これおもろい。なんでみんな使わないんだ、こんな強いのに。測った VFD いるからだ。消しなぁ。で、あと、あれだね。今やってて思ったんが、カオスルーラーせっかく特殊召喚権あんのにさ、光が墓地に落ちねえんだよな。
光の墓地に落ちない問題どうにかならんか。こいつ経由せなあかんな。守護万竜。光が思ったよりいない問題ね。いや、トラブリケード結構ぶん回ってたけど止めれたね。いや、まあ、でもこれは終わったんじゃないか。まあ、バスタードラゴンこのターン死んじゃうから。まあ、でもそれはさ、死んでも、ああ、でもそっか。聖騎士召喚じゃないから帰ってこないんだ。カオスルーラーだけか。アクセスコード投下。でも効果は無効だから攻撃力上がんないはず。うん、問題ないね。アクセスコード投下の攻撃力アップの効果も無効になってるからどうしようもないね。勝った、よし、オッケー。いや、気分いいなこのデュエル。いいデュエルだった。頼り、これデッキね。やっぱバレット強いな。バレットがいい。まあ、こいつらのバスターブレイダーのさ、この雑にこの溶乱がまあ強いんやけど、溶乱持ってくる方法がトラップトリックと、この万竜があるから、割かしなんとかなるんよな。で、その中で、バレットモンスターも通常召喚権取らずにね、クイックリボルブとかでうまいこと回して、バレルロードとか、まあね、レッドデーモンとか言われば出て着地するから、まあ結構タクが多いし、やることが結構明確でいいよね。結局バスタードラゴンとバスターブレイダー出して、無効にしつつ、魔法トラップは、アビスか、サルベージドラゴン。こいつ今回サベージか。サベージ出てないけど。結構いいよね。強いね。なんかカウンタートラップとか入れなくて良さそう。この溶乱でどうにかなるな。だこれ2枚ずつやっぱいるね。バスタードラゴンとバスターブレーダーは2枚ずつ絶対にいる。で、うまいことこの守護万竜がまだ使えてね。こいつうまく使えたら、上振れ、まあカオスルーラーとかも出しやすくなるのかな。まあもっと使いこなせば色々無限の可能性を感じるデッキでしたということで。